今日は、この選手にインタビューしようと思ってます。柴崎岳です。よろしくお願いします。有名な柴崎岳くんです。いえ、そんなことです。かっこいい。じゃあポジションボランチ、ミッドフィルダーをやってます。はい。じゃあ出身地青森県。青森。はい。そんな岳くんの好きな食べ物は何ですか？なんだろうな。板わさ。板わさ。渋い。自慢できる体のパーツ。自分で言うのもね。まあまあまあ、そうですね。唇とか。唇はなんか、下唇は分厚い感はなんかある。そうだね。だからもう自慢、その特徴的には。多分女性は。あ、そうですか。吸い付きたいみたいな。吸い付きたい。唇。最近ハマってること見つけた。料理。あのレストランのその人知り合いがいて、その人に家に来てもらってちょっと教えてもらったんですよ。マジで。もうすっごい美味しかった。これで料理できちゃったら欠点探すの難しいと思うんですけど。残り2節に向けての意気込みを。お願いします。はい。鹿島といったら、やっぱりスタジアム雰囲気がすごくいいと思いますし、やっぱり勝った時のそのみんなで盛り上がる雰囲気、団結感、がすごくいいと思いますし、それをやっぱり僕らも、結果を出して皆さんと味わいたいと思いますし、またスタジアムに来たことがない人、サッカー見に来たことがない人でもやっぱりそういう感覚をちょっと1回でも味わってほしいので、ぜひスタジアムに足を運んで僕らも魅力的な心を打つようなサッカーを試合をしたいと思いますので、ぜひスタジアムに足を運んで僕らも頑張ります。